赤坂コーチングの西村です。本日は最近ヒヤッとした出来事です。こちら菅谷慎一さんの YouTube 実践メールのお題59日目です。私の家の前の通りそんな広くないんですよ。そしたら後ろから電気自動車プリウスとかがやってきてのそーっとやってきて私のスレスレ横を通るとほんとヒヤッとしますね。結構しょっちゅうです。赤坂とかの方から来たタクシーの通り道になってるもんで車よく通るんですよね。私前に金沢にいた時に自転車乗ってたら車にひかれたことがあって、その時の記憶がやっぱり恐怖なんでやっぱりヒヤッとしちゃいます。皆さんなんかそういうヒヤッとするのってよくありますか？っていうお話でした。